どうもさっくんです。マイクロエースから東京メトロと A 団の08系がついに製品化発表されました。ということで本直の電車の紹介を今からしていこうと思います。まずこれです。頭部の5050、これマイクロ製ですね。ちなみに買った場所が秋葉原のリバティ。マイクロ欲しかったんでずっと探しとったらあったんですけど、店でこれくださいって言ったら、これマイクロ製なんですけどよろしいですかって聞かれたんですけど、いや別にこっちの方がいいんでって買いました。プラ板で加工してヘッドライト丸になるようにしました。台車回りまして、車軸のところが黒で、車輪が、これグレーで出ます。まあ半直で頭部の電車は一応これしかいません、はい、次はこれです。これはグリマックス製の、東急5000系です。やっぱここが好きじゃないんですけどね。やっぱ安くで手に入ったんでいただいたものなんですけど、車輪は黒で、スカートはもうこれグレーで書いてくれて、足がつやけしいの黒。C はもちろん指定箇所全部貼り付け でもう一個ちょっと面白いのがこれ、機器の名板を白塗ってみました。印象変わるかなと思いながら全部塗りました。重量とも全部ですね、はい、一応今は3両しか出してないんですけど、重量とも全部こんな感じで加工してます。次はこれです。皆さん大好き8500系、あえてもう外国行っちゃった編成なんですけど、一応8512にしました。これ2塗装キットなんですよ。ミスターカラーのステンレスで吹き付けて磨く塗料があるんですけど、それでステンレスっていうのを塗ってます。これがカラカラ。ヘッドライトこれ一回全部削り落として銀河モデルのヘッドライトをつけてみました。ピタグラフのこの船の部分黄緑色にしてます。で配管ちょっと白っぽいグレーで塗ってます。この9号車のここね、これをプラ板で再現してます。ちょっとあんま何でこんなのっていうのは知らないんですけど、貫通扉を2枚から1枚に変更しています。結構簡単でした。床下はこれ完成品のバルクパーツを使ってます。そしてちょっと最後になるんですけど、これが8590かになります。これも完成品じゃなくて2塗装キットから作りました。そうですね、クロスポイントで5両だけ買って、で残りの5両なんか中古で見つけてきたんでちょうど10両あったっていうことで、一応8590の田園都市線仕様で作りました。8595ですね。これは東横線仕様にもできるんで、一応10両を全部作って、転属も可能ということで。
今これ塗り分けなんですけど、最初シルバー、ミスターカラーのシルバー塗って、この、窓とここの戸袋のとこをマスキングしてから、このステンレス、この輝いてる方ステンレス、さっきではステンレスで、ね、塗りました。この帯塗って完成みたいな。準急、清澄白河で、これスカートない時代です。でパンタもこれ船体のこの端っこちゃんと黄緑色を塗ってます。あのマイクロエースの車両めっちゃ高なりましたね。まだ買うか迷ってるんですけど、やっぱりあの一緒に走らせれる電車って欲しいと思うんで、一応買う方には傾いてます。もしね、加藤から08出ちゃったらなっていうのも考えて、まあ、発売寸前まで我慢しておこうと思います。予約はしたいんですけどね、やっぱ値段が値段で、マイクロ S 年々値段が上がってきてるんで、あのまた発売直前に考えたいと思います。今日はちょっとあの東京メトロ08系が急遽発売ということで、こういう緊急特集してみました。ということでありがとうございました。